どうもラムです。ラムズキュン見るだよ今日はですね、普通に遊びに来ました。やったハッピー。グランドシネマサンシャインの中にある3階にあるカプコンカフェってとこ来たんですけど、私がモンハン大好きなんですけど、ミルちゃんはよく分かってない付き添い付き添いで来てくれたんですけど、はい、食レポじゃないけどいろいろ頼んで、ね、食べてみたい。せっかくならね、なんかね、期間限定らしい。何月で終わるんだこれ。10月とかじゃなかったっけ。こういうの出てくるのゲームの中に。へー、リアルにあるんだ。そうそうそう、クーラードリンク、オートドリンクとかある。うっそー、でも見た目のさ、お腹空く写真しかないもんね。めちゃくちゃ美味しそう。じゃ早速入りますか。イエイ。じゃーん、何も知らないビルすごい、ティガレックス。これ何？これあれじゃないの、髪の毛普通に結ぶやつじゃない全然コラボではない見たことないモンハンのなんかアイテムかなって。じゃない、ちょっとこじつけようかなと思ったけど、ないわ、それはなかったでね、結構ね、なんか売り切れてるの多いっぽい。本当だ、タッチパネルで90分制。あ、これ、ハンターの食事がないと。あ、でも別に私これ食べたかったからいいや。だからこれかつてのハンター飯なのかな。なんかスリエナっていうのとか違うのか。今回のはなんかそのアップデートされたゲームの中に出てくるご飯がスリエナデラックスバージョン。スリエナ、うわ、美味しそう。ドリンクもいっぱいある。回復薬とか。これもビルちゃん回復したいんじゃない。あんな回復、今もう徹夜明けだから回復明けの希望です。キジンじゃなくていい、元気になる。まずはキジンにしようかな。モンハン以外もありました。よっとクリスレッドフィールドっていう飲み物があるこれ持って帰っていいのかな。いいんじゃない。持って帰りたい、飾りたい、壁に。にわか上手に焼けましたしかわかんない。注文完了いたしました。完了しました。もうね、ここで値段出るんだけど、もう1万ぐらいいけた。おーってなった。私おーってなったんだけど、まあコラボだからアトラクションですよ。これも汚さないで、もう引かん、ここにもう高速あげるよ。くれんの。じゃあ引く2枚貼る、部屋に。届きました。これが解毒薬、解毒剤です。これが人薬。へえ。これ何？なんかランダムコースターじゃない。主人公だね。主人公とボワボワで、これが回復薬ボトル引き換え券。これが多分もらえるんだ。うわ、何？わかんない。これブルーベリー入ってるよ。ほんとだ。うん、ブルーベリー感想、感想雑魚ブルーベリー水、夏場に飲みたい感じ。はぁ、基準薬どうかな。いただきます。なんかね、あ、ジャム。わ、これ一気に飲んじゃうやつだ。美味しい。強くなるぜ。やったり。私はムキムキになる。え、待って、え、ガリガリじゃんじゃーん、届きました。これがモンスターの尻尾。で、これがハンター飯でしょ。ハンター飯で、これがセリエナのハンター飯。美味しそう。これすごいでかいの。めっちゃでかい。いただきます。何からいこう。グラタン。私なんかパエリア。熱い。出来たてやから。出来たてや。甘いの？うま。あ、うま。甘。うん。
芋やん。グラタン。グラタン芋。芋ですよ。ね、うま。本当だ。うまい。これうまいね。ね。チーズフォンデュもある。うわ。おい。レモンに。レモンに。こんがり、こんがり、普通にチーズフォンデュ、うま、誰かの尻尾だよ、尻尾ね、うまいよ。ローストビーフ入ってんのかな。どうぞ。ソースね。すごいね。青いソースだよ。ソースかけ並みの。酸っぱい。あ、魚だ。お魚よ。白身魚じゃん。なんか青いソース酸っぱくて、黄色いソースあるんだけど、チーズだった。ポタージュやなと思ったけど、ね、ここにも入ってる、かぼちゃ、かぼちゃじゃないや。2人ともぐだぐだすぎるだろ。頭がわぐって引っ込まれすぎて、ね、見てこのウィンナーの量、うわ、食べ放題、たぶんチョリソーかな、これ辛いのも入ってるか、ね、こういくのが美味しいんだろう、うん、おの鏡ですよ。美味しいハンバーグ。本当。ハンバーグは日本のだから。ん？中身。ごちそうさまでした。いやいや、お腹がいっぱいすぎてやばいぞ。パンパンマン。パンパンマン。はい、ということでカプコンカフェ美味しかったでーす。美味しかったでーす。で、回復薬ボトルももらって、3000円以上だとなんかポストカードみたいなのもらえるみたいな、とクレーンゲーム引き換え券と、そうそうそう、もらいました。なんかいろいろもらいました。こんな感じでございます。はい、楽しかったです。いい思い出になりました。結構できる。